まあ、一番分かりやすい方法としてはコピーしてみるんですよね、はい、こんなソロ弾きたいなと思ったらコピーしてみる、はい、アドリブソロはやっぱり耳から入る方がいいと思います。例えば、はい、ブルースって一応コード3つの流れでこう12小節で決まってるじゃないですか。そんな中でだからその分かるとこからでいいから始めていったらいいんじゃないですかね。うまくいったね、今ね。なんとなくいけん感じになったでしょ。適当でいいんですか。適当ですから、みんな。そんな難しく考えてたらね、音が出せなくなっちゃう。とにかくコピーしてみることですね。ドラムってさ、ちょっと叩くとすごく大きな音なので、気をつけて。これで軽く叩いて、録音するときにエンジニアがすごくエッジの効いた音にしてるから、すごいなんかパンチのある、思いっきり叩いてるような感じに聞こえるけども、実はレコーディングのときに。抑揚だよね。歌のバックっていうのは、歌よりも大きくなっちゃいけない、歌ってるニュアンスと同じようなニュアンスでドラムを叩く。極端に抑揚をつけると極端になった方がいいかもしれない。力を持ち込んで軽く叩く。ありがとうございました。